伊藤博美は、日本の詩人。東京都板橋区出身。東京都立竹林高等学校。青山学院大学文学部日本文学科卒業。ポーランド文学者の西成彦は元夫。1975年、大学在学中より新日本文学界の文学学校にて、安倍岩尾に学ぶ。同年、詩人の岩崎道子らと、詩詩、ランダムを創刊。 1976年から現代詩手帳に投稿を始める。1978年、第一詩集、草木の空でデビューする。同年に、第16回現代詩手帳賞を受賞。生と生殖、そして詩に関する言葉を多用し、姫、お梅、テリトリー論に、一などで80年代にかけての女性詩ブームを、伊坂洋子と共にリードし、女性による詩のイメージを確信した。 1985年、良いおっぱい悪いおっぱいで、子育てエッセイという分野を開拓する。後に死を辞めて小説に移行し、1999年、ラニーニャなどで一定の評価を得るが、2005年、河原の構想で、また死に復帰し、2007年、トゲ抜き、新菅も地蔵演技で、説教説と現代史を融合した、独自の語り物の世界を確立する。 音韻に敏感な表現スタイルもオリジナルなものとして評価を得る。1984年より、熊本市在住。1997年より、カリフォルニア州に在住しつつ、熊本とカリフォルニア間を往復する。2008年、熊本文学隊を旗揚げ。2011年10月1日より、熊本学園大学昇兵教授。2018年4月1日より、 早稲田大学文学学術院教授、ありがとうございます。